皆さんこんにちは、イマニュです。本日は2022年に学ばないとやばい Python ライブラリ5000というテーマでお伝えしていきます。まずは動画概要からです。2022年に絶対学んだ方がいい Python ライブラリフレームワークを5つピックアップしました。私イマニの独断と偏見で決めていますし、私自身使ったことないものも含まれています。私自身が学びたいライブラリーでもあるので、いずれ YouTube や Udemy などで講座にしようかなというふうに思っています。それでは早速5000紹介していきます。今回ご紹介する5000こちらです。トランスフォーマーズ、メディアパイプ、パイカレット、ファスト API、SQL モデルです。まず一つ目のトランスフォーマーズから見ていきましょう。トランスフォーマーズとは最先端の自然言語、つまりテキスト処理を行うためのライブラリーです。トランスフォーマーズで何ができるかというと、分類、テキスト生成、質問応答、要約、翻訳など様々なですね、テキスト処理を行うことができます。しかも、DART や GPT-2 などの最先端のアルゴリズムに対応しているという点が素晴らしい点です。何か自然言語、テキストを扱ってみたいという方は、まずですね、このトランスフォーマーズ、学んでみてください。次のライブラリです。メディアパイプ。皆さん聞いたことありますでしょうか？メディアパイプというのは、Google 社が提供するストリーミングメディア、つまりですね、動画などを利用した機械学習パイプラインを構築するためのフレームワークです。機械学習パイプラインって思うかもしれませんが、簡単な話です。機械学習パイプラインというのはですね、データの収集、そしてデータの処理、モデルの学習、モデルの再学習ですね、そして再学習済みモデルによる推論といった機械学習に必要な一連の流れ、一連の処理を自動化したシステムのことを機械学習パイプラインというふうに呼びます。で、このパイプラインを構築するためのフレームワークがメディアパイプであり、何ができるかというと、顔の形状を推定したり、顔検出、ハンドトラッキング、物体検出などにおける高精度なモデルを提供しています。めちゃ高精度です。ぜひですね、メディアパイプと調べてみてください。まあ、メディアパイプ、Python とかで打っていただくと、誰かしらがですね、記事にしてくれているので、それ見ていただくとですね、ハンドトラッキングや顔の検出とか、顔の形状の推定とかですね、そういったものをですね、載せた自負とか、動画があったりするので、ぜひそちら見てみてください。めっちゃ高精度です。で、なのでですね、こういう物体検出とか、そういう何かしらのメディア周りの機械学習を実装したい場合には、メディアパイプ、超おすすめです。私の知り合いの機械学習エンジニア、AI エンジニアの方もですね、このメディアパイプ超絶賛しておりました。次行きましょう。パイカレットです。パイカレットというのはですね、もうたった数行で、本当に簡単です。機械学習を実装できるライブラリーであり、機械学習の一連の処理を自動化するオート ML ですね、もう本当に機械学習の自動化です、をサポートしています。データの前処理の自動化、モデル、まあ、アルゴリズムの比較の自動化、チューニングですね、ハイパーパラメータのチューニングなどの自動化を行ってくれる超便利で最強ライブラリーです。こちらもですね、近々動画にしてお伝えしていければなというふうに思っています。これがパイカレットです。はい、次4つ目、ファスト API。 こちらですね、すでに私も動画に出しているものでありますが、ざっくりお伝えしたいと思います。ファスト API、 マジで学んでください。ファスト API ですね、 Python の標準である型ヒントに基づいて Python 3.6 以降で API を構築するためのモダンで高速な、高パフォーマンスなウェブフレームワークです。でコードがですね、非常に直感的で分かりやすいのと、公式ドキュメントの情報がめっちゃ豊富です。かつ、自動ドキュメント生成機能やバリデーション機能。バリデーションというのは、まあ、データの検証とかの機能ですね。こういったのの実装が簡単っていう特徴があります。初学者が Python で API 開発を行うには間違いなく Fast API 一択です。私が Fast API 入門の動画出しているので、こちら興味ある方はぜひぜひ学んでみてください。これが4つ目です。はい、最後、SQL モデル。こちらご存知でしょうか？ SQL モデルとはですね、まあ、その名の通りデータベース操作、まあ、SQL ですね、を操作するためのライブラリーであり、こちらも型ヒントに基づき、Pydantic と SQL Alchemy というライブラリーをベースにして作られています。Pydantic というのはこの型ヒント周りでサポートされているようなもので、SQL Alchemy はもともとですね、まあ、多くの方が使っている Python の OR マッパー、まあ、つまりですね、SQL 文とか、まあ、データベース操作をするためのライブラリーです。これらのよく使われているものをベースにして、
SQL モデルというものが出来上がっています。これはですね、直感的で使いやすく、まあ、互換性が高くかつ堅牢であるというふうに、まあ、これ公式ドキュメントに書かれているんですけども、まあ、そういうふうに設計されていますと。で、これ私自身ですね、少ししか触ったことないんですけども、めちゃくちゃちょっと期待しています。なんで期待しているかというと、まあ、ファスト API、 私自身 YouTube でも Udemy でも動画出してるんですけれども、このファスト API の開発者がですね、開発した、ライブラリなんですね。なのでファスト API の使いやすさ、素晴らしさからも超期待していますし、実際にドキュメント見ていただくと、まあ、ファスト API と同じような形で書かれているだけじゃなく、本当にですね、分かりやすい、しかも英語で書かれてるんですよね。まあ、日本語じゃないという点もあるんですけれども、本当に分かりやすく書かれているので、こちらもですね、しっかりと、まあ、動画でお伝えしていければなというふうに思っています。はい、ということでこれが5つ目でした。まとめると、自然言語を扱うための最新のですね、モデルを扱えるトランスフォーマーズ、そしてメディア、まあ、動画周りを扱えるようにするための機械学習パイプラインをですね、構築するためのフレームワーク、メディアパイプ、機械学習の自動化、オート ML を実装するパイカレット、ウェブ API 開発にはファスト API、そしてデータベース操作、これはですね、SQL アルケミーも、まあ、よく使われているんですけれども、今後ですね、おそらくこのファスト API の波と同時に、この SQL モデルもですね、どんどんユーザーが増えていくんじゃないかなというふうに思っています。はい、ということでこれら5つですね、間違いなく2020年に学んでおいた方がいいものになります。はい、ということでですね、本日は、2022年にですね、学ばないとやばい Python ライブラリ5選ということでお伝えしてきました。